タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はデラックスオーブリングスペシャルセットを開封レビューしたいと思います。こちらはですね、今やってるウルトラマンルーブの前番組ウルトラマンオーブザクロニクル、そちらが放送している期間に発売されていた商品でございます。というわけでね、ウルトラマンオーブといえばね、あのかっこいい石黒秀夫さん、現在ね、芸能界活動してますが、芸能事務所を退社したということでね、フリーになったんですよね。今後の活躍は期待されますが、ウルトラマンルーブに出てくれるかなと僕は思ってたんですがね、まあちょっと期待していますが、出そうにないんですね。今回、デラックスオーブリングスペシャルセットをね、開封し、そしてレビューし、やっていこうと思ってますんで、最後までお見逃しなく、よろしくお願いします。というわけで、行ってみましょう !GO!はい、というわけでこちらがデラックスオーブリングスペシャルセットでございます。パッケージ全面はこんな感じで、まずはこちらスペシウムゼペリオン、そしてバーンマイト、ハリケーンスラッシュ、サンダーブレスターとね、ウルトラマンがフュージョンアップした姿が載っております。そして真ん中にはそうこちらですね、オーブリング8枚のフュージョンカードがついてきます。パッケージ横、奥の方からハリケーンスラッシュ、サンダーブレスター、そしてバーンマイト、スペシウムゼペリオン。というわけでね、こちら裏面になってます。裏面はですね、説明書きが簡単に書いてあります。フュージョンアップで変身、2枚のカードリード、2ヒーローの力でフュージョンアップ、カード1枚でも遊べる、ウルトラマンの声が聞けたりするんですよね。1枚のカードをリード、変身音や必殺技音を発動できると。はい、そして怪獣のカードもリードできる。別売りの怪獣カードをリード可能、鳴き声や攻撃音が発動できるとなってます。こちらとてもね、プレイバリューの高い、コストパフォーマンスの高いアイテムですね。はい、では切ります。さっさっ、では開けます。てん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 、さあどんな感じで入ってるんでしょうか。いきます。シャーン、おー、ちょっとドキドキが止まんないですよ。フュージョンカード8枚入ってそうですね。オープン。おーおーおー、ちょっとまだ見えてませんが、見えてないぞ。と、おー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 、綺麗、かっこいいね。こんな感じです。はーい、いやーすごいね。なんかリングがね、高級感がありますね。塗装もね、すごくしっかりされてて、ほんとデラックス玩具って感じがしますね。楽しそうな玩具ってことは伝わってきますね。よく見るとね、このね、ここの配線が見えるんですよね、こちら側ね。スケルトンカラーで、水色ですよね。水色のプラスチック製ですね。ウルトラマンっぽさが出てますね、ここに。カラータイマーっぽい感じが、ここに出てます。これは開閉式ですね。あ、閉じることもできますね。まるでなんかね、花みたいな感じですよね。いやー、これは面白そうだな。そしてちょっとね、遊んでみましょう。軽く遊んでみます。多分ね、ここのトリガーを引くと開くんですよね。ここの今、閉じた部分が。いきます。おー、すごいですね。面白い。面白いですね、これは。はい。銀の円の中に赤い丸がありますね。ここにカードを読み込ませるって形ですね。そして、両サイドには、こういった形のね、ウィングがついてます。はい、裏側向けると結構シンプルですね。はい、塗装は省略されてますがね。でも造形は結構ね、しっかりしてますね。はい、掘ってありますね、ちゃんとね。あ、ネジ穴式なんですね、こちらね。電池を入れたいと思います。単4電池3本使用します。はい、電池を入れてきました。電源オンします。いきます。そしたら多分光ると思うんですよね。はい。ちょっと一回電源をオフにします。いやーこれね、ほんとね、楽しそうですね。ほんとにね、楽しそう。こんな感じで、初代ウルトラマンとウルトラマンジャックが前面に4枚が2パック入ってます。2パックのカードを開けたいと思います。カードを開けたんでね、カードを1枚ずつ紹介していきます。まずは昭和のウルトラマンから初代ウルトラマンですね。そして、こちら、初代の平成ウルトラマン。こちらがウルトラマンティガです。この2枚のカードでスペシウムゼペリオンに変身できます。
こんな感じでね、昭和と平成の組み合わせでウルトラマンが、フュージョンアップして変身するっていうシステムなんですよね。はい、ではこちらが2つ目のフュージョンアップするカードですね。昭和のウルトラマンのウルトラマン太郎、6番目のウルトラ兄弟ですね。はい、平成ウルトラマンからメビウスですね。はい、この2枚のカードでバーンマイトに変身できます。昭和のウルトラマンからウルトラマンジャック、そして平成のウルトラマン、はい、ニュージェネレーションと呼ばれる世代のウルトラマンですね。ウルトラマンゼロです。ウルトラマン芸人でエグザイルにいそうなキャラクターって言われましたね。俺様感が強いキャラクターですね。なおかつ、ウルトラセブンの息子なんですよね。この2枚のカードでハリケーンスラッシュに変身できます。はい、そして昭和ウルトラマンからゾフィーですね。初登場はウルトラマンの最終話でですね。はい、ゼットンとの戦いですよね。こちら。平成のウルトラマンから悪のウルトラマンがフュージョンアップで使われます。ウルトラマンベリアル。このウルトラマンベリアルはね、ウルトラマンゼロの宿敵としてね、名高い存在で、そして、ウルトラマンオーブの次の作品のウルトラマンジードではね、ジードの父親ですよね。複雑な話になってきますよね。カードの紹介は終わりです。電源オンしたらもうすぐ待機音が鳴ります。そしてカードをこうやってかざすんですよね。カードを2センチ以内浮かせた状態でかざすと読み込みやすいそうです。こうやってカードを裏表逆にしちゃうとダメです。カードの表面が見えるようにしてかざすという形ですね。では早速遊んでいきましょう。ではまずスペシウムゼペリオンから変身していきます。そしてその後もう必殺技も出してみます。いきましょう !GO! 電源オン!ここが電源ボタンになります。はい、行きます。せーの。おー、綺麗な音が鳴りましたよ。では行きます。ウルトラマンさん。ウルトラマン。ティガさん。ウルトラマン。ティガ。光の力、お借りします。喋るボイスはね、天の声と呼ばれてますね。はい、では必殺技いきます。スペリオン光線。ではウィングを閉じます。太郎さん。メビウスさん。ウルトラマン、メビウス。熱いやつ、頼みます。フュージョンアップ。ウルトラマン、オーブ、バーンマイト。おー、いいですね。かっこいいよね。で、必殺技いきます。トビエムダイナマイト。各ウルトラマンのね、ボイスが聞けるっていうのがいいですよね。はい、ウィンドウ閉じます。ジャックさん。ゼロさん。ウルトラマンゼロ。キレのいいやつ、頼みます。フュージョンアップ。ウルトラマンオーブ、ハリケーンスラッシュ。では必殺技いきます。オーブスラッガーショット。
必殺技の音声は両方のウルトラマンが混ざった感じで収録されてますね。はい、では行きましょう。はい、15秒したら待機音は消えてしまいます。その点ご注意ください。では行きます。もう一度電源を入れ直します。はい、では行きます。ゾフィーさん。ゾフィー。ベリアルさん。ウルトラマンベリアル。光と闇の力お借りします。言い方が力強い感じでいいですね。はい、行きます。では必殺技。ジェットシウム光線。この発光も鮮やかでいいですよね。ルーブジャイロに比べると音量不足かなと思いますね。収録音声が多数なんで本当にね。カード1枚でもウルトラヒーローや怪獣の音声が聞けるという、そこがポイントですよね。本当コストパフォーマンスが高い。そう、今回の動画はこれだけではないんです。ウルトラフュージョンカードコンプリートセットでございます。イエーイ、来た。簡単に言うとこちらのねカードをよりね劇中に近く再現して、しかもなおかつテレビ本編で出たもの全てをコンプリートしたセットなんですよね。とてもお得なセットです。フュージョンカード43種類入っております。取扱説明書が1枚入っております。ここにはウルトラマンって英語で書かれてますね。そしてウルトラサインが書いてあります。中身確認しましょう。いきます。開けますよ。おー、すごい、カードが綺麗に入ってます。はい。こんないっぱい入ってますよ。ほら。こんないっぱい43種類ですからね。まあそりゃそうですよね。こんだけ入ってんですよね。すごい。まさにコレクターアイテムって感じですね。ウルトラマンカードが13種。怪獣カードが30種となってます。というわけで合計43種のカードが入っております。大きさどうなんかな？あ、カード、大きさは同じですね。ただちょっとなんか違う点としては、ウルトラ文字で書かれてますね。ウルトラ文字で。デラックス版がこちら。そして今回のフュージョンカードコンプリートセットがこちらですね。裏はこういった違いですね。全然違います、もう。まあ、仮面ライダーで言うところのこっちがデラックス版で、こっちが CSN 版って感じですかね。カード43種類あるんで、全部一気にザザザッと紹介してきます。いきます。ウルトラマンさん。ティガさん、メビウスさん、タロウさん、ジャックさん、ゼロさん、ベリアル、ゾフィー、ウルトラマンオーブオリジン、ウルトラマン銀河、ウルトラマンビクトリー、ウルトラマン X、ウルトラセブン、マガバッサー、テレスドン、アントラー、ゴモラ、そしてゴルザ、マガグランドキング、マガジャッパ、マガパンドン、マガタノゾーア、マガゼットン、ノーバ、シルバーブルーメン、メルバ、ウルトラ Q でおなじみのリトラですね。レッドキング、エレキング、キングゲスラ、で、キングオブモンス、キングジョー、アリブンタ、ウルトラマンエースの鳥獣、ケルビン、ウルトラマン太郎の敵、エンマーゴ、帰ってきたウルトラマンで初登場した、ブラックキング、こちらも帰ってきたウルトラマンで初登場した、ベムサ、初代ウルトラマンの怪獣、ゼットン、ウルトラセブンの怪獣、パンドン、はい、初代ウルトラマンの怪獣、ブルトン、ウルトラマン太郎で初登場、テンペラー星人、ウルトラマンエースで初登場、ヒッポリト星人、ウルトラセブンで初登場、ガッツ星人、はい、以上となります。この43種類のセットでございます。カードの質感がね、なんかプラスチック素材ですね。折り曲げづらそうな感じ、ちょっと硬めにできてます、こちら、プラスチックで。13種類のウルトラマンカードを音声確認していきましょう。オーブオリジンから、オーブオリジンからね、確認していきます。いきます。オーブオリジン。
すごいかっこいいですね。かっこいい。行きましょう。銀河さん、来ます。銀河って言い方がいいですね、またね。変身。いやー、長い音声ですね、こちら。では、続いて、ビクトリー。X。 ウルトラマン X。 では最後、ウルトラセブンです。いきます。ウルトラセブン。イベリウム光線。いいですね、そんな感じでカード1枚でも十分楽しめる、こういったおもちゃですよ。こちら、ウルトラフュージョンカードコンプリートセット EX が出ます。ブラザーズマントをまとった昭和ウルトラマンのね、カードもついてます。まあ音声はね、通常のカードと同じなんですが、通常のウルトラマンの昭和ウルトラマンのカードと同じなんですが、こちらはね、スペシャルなラインナップですよ。ウルトラマン80も入ってますし、ウルトラマンガイア V2、ウルトラマンアグルも入ってますし、ウルトラマン光、ダイナ、コスモス、ウルトラマンオーブまでの全てのウルトラマンをこのカードを手に入れれば網羅することになるんで、こちらも僕は予約しました。なのでぜひね、こちらのレビュー動画もね、楽しみにしててください。はい、音声確認したりしますんでね。いや、いいね、ほんとね。ちなみにお届け時期は2019年の1月だそうです。1月になります。はい、価格は4995円、税込み送料手数料別となってます。デラックスオーブリングスペシャルセットとウルトラフュージョンカードコンプリートセット開封動画でした。というわけで、次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。